通に考えてね。おいっす、まあ、どういう戦略を描いてたかは俺もよう分かんないけど、王女様なんて呼んじゃダメですよ。終わるぞ。7魔女の時だけだね。唯一魔女が別位置に行ってた場合終わるぜ。あの戦略特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。なるほど。やっぱりあなたと囲む食卓が一番ですね。切れるのはあれ7魔女じゃない限りは無理だからね。破綻するからね。魔女1がどういう戦略取ったか分かんないけど、あれすらで降りないと多分破綻するね。多分考えれば多分分かるけど、まあ結局1毒持っても合ってたってことだ。合ってたってことだ。としましょう。ノエム、後で褒美をくれてやろう。ノエム、後で褒美をくれてやろう。始めるぞ。これにペーパーとも。
次だ次、まだまだ戦い足りないぞ。サレンさんとあなた様は。ノエム、後で褒美をくれてやろう。始めるぞ。私の剣もまた一つ冴えたみたいだ。ノエム、後で褒美をくれてやろう。ノエム、後で褒美をくれてやろう。
ますぞ。ノエム、後で褒美をくれてやろう。私に任せとけ。次も楽しませてくれ。トリニティファンタムの時間でナンバーバーバロス7回サバーバロス1回の力にしろ。絶対破断剣いつまでもやめな。トリニティファンタム7回サバーバロス。やるじゃないかノエム、後で褒美を。宴と行こう。楽しませてくれ。トリニティファントム楽しくなりそうだな。霊界の力トリニティファントムナンバーバーバロン霊界の力狂気の力始めるぞ。ナンバーバーバロン、次も楽しませてくれよ。全能破断剣
トリニティファントム、いつまで持つか。ナンバーサーバロン、楽しくなりそうだな。ナナカサロン、いじらせてやる。いつまでトリニティファントム、テクノーバダンケン、ナンバーサーバロン、どうする時間だ。刺激が足りんぞ。宴と行こう。ノエム、後で褒美をくれてやろう。始めるぞ。ノエム、後で褒美をくれてやろう。行きますぞ。主様、旅の準備を整えてより充実した冒険をいたしましょう。始めるぞ。お手並み拝見。あの大きな雪だるま、会場の入り口に設置されてたやつよね。見た目が随分と違うけど。バレないようにカモフラージュさせてたみたい。用意周到よね。
どれほど緻密に練ったプランであろうと、悪党の計画書など却下ですわ。そうね、こんな旗迷惑な計画は白紙に戻しちゃいましょう。それと今回の損害賠償はあいつに請求しないとね。だったら請求書の作成は私に任せて。それでは皆さん、パーティー再開に向けてそれぞれお仕事を始めてくださいませ。了解。恐怖の時間の行きらせて、いつまで持つか。スーリー霊界の力よ。はっはっはっは、見てた、私たちの力。やるじゃないかノエム、後で褒美をくれてやろう。雪だるまを倒しましたわよ。待って、喜ぶのは早いみたい。ええ、雪だるまのように見えるけど中身はゴーレムみたいなものだから再起動するの。コアを破壊するまで止まらないわ。ならばそのコアとやらを破壊するまでですわ。さあ皆さん、次の戦いへ参りましょう。空気が急に重苦しくなったような。みんな用心して、多分あいつの仕業ね。被害者が出ないうちに対処しないと。あの雪だるまを見つけましょう。私も表舞台で大活躍できるってことね。みんながクリスマスを楽しめるように全力でサポートするわ。これからよろしくね。しぶしぶ引き受けた仕事。宴と行こう。宴の始まりだ。いつまでも霊界の力よ。止めてやる。天皇破断拳高めてきました。天皇破断拳なのかよ。あっ、ナンバーガーバロン。油断するなよ。コミティファンタム。ナンバーガーバル。恐怖の時間だ。海でもナナカちゃんにお任せ。私に任せとけ。行くぞ。くっいつまでもつかな。恐怖の時間だ。トリニティファント。さっさと行くぞ。ナンバーカー天皇破断拳。霊界の力。いつまでもつかな。ナナカ様、頑張れ。やめろ。チェーンしろ。恐怖の時間だ。行かせて。
刺激が足りんぞ。子供たちはもちろん、大人たちもみんな楽しそうだね。仮装することで普段とは違う自分になれるからかな。私たちも羽目を外しすぎないように楽しもう。宴と行こう。ノエム、あっ、主様、旅の準備を整えてより充実した冒険をいたしましょう。
て楽しく。セブンクラウン。ねえ、あいつさっきよりも強くなってないかしら。そうね、攻撃も激しくなってるし、おかげで会場内もさらにめちゃくちゃ。ピンチになればなるほど強くなるってやつかしら。それは私たちも同じでしたよ。予期せぬトラブルは私たちの絆をより一層深くし、そして事業家魂も激しく燃え上がりますわ。確かに気合が入るわよね。追加の請求書、あと何枚用意してやろうかしら。あいつの持ってる資産は全て盗みで得た汚い金だもの。ここは大胆に請求して寄付しちゃいましょうよ。ちょうどクリスマスシーズンだしね。サレンさん、それは良いアイディアですわ。採用いたします。それじゃあますます頑張らないとね。ズガー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 ズディバインレイン。クラウス、これ成功よ。見てて見てて、超全力展開プリンセスストライク。一人がかりで世界を変われ。よし、お困りですか。ミラーミラー、任せてください。遅れは取れません。オーロラサンクチュアリ。世界を沸かす極光ディバインレイン。支援しちゃうよ。クラッシュ。お腹が空きすぎて動けません。飲食店へ参りましょうか、ペコリーヌ様。よろしく、アキラ。勝ち切りましょう。なんですの、あの禍々しい気配は。アキラさん、気をつけて。あいつの強さ、さっきの比じゃないわ。体勢を立て直すために一度引くって作戦もあるけど。いいえ、引きませんわ。こいつがランドソルの町へ出たら大変だもの。それに少しずつかもしれないけど、ダメージは溜まってきてるはずよ。ええ、倒せない相手ではありませんわ。困難な道のりですが、絆を深めた私たちに不可能はありません。二人がやる気ならもちろん私も協力するわ。守備の方は任せて。では攻撃の方は、サレンさん、共に参りましょう。あなたと一緒ならどんな敵も倒せるような気がしますわ。そう言われちゃうとやっぱ期待には応えたくなるわよね。アキノさん、任せてちょうだい。うわっうわっうわっ、世界を沸かす極光ディバインレイン。まだ見てて見てて、超全力展開プリンセスストライク。うわ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 、遅れは取れません。オーロラサンクチュアリ。
がかりで世界を変われ。お困りですか。未来に一撃必殺、超全力全開プリンセスストライク、世界を沸かす極光ディヴァインレイン、支援しちゃうよ。お困りですか。未来未来、私の新たな力、オーロラサンクチュアリー、そこで世界を沸かす極光ディヴァインレイン、超全力全開プリンセスストライク、すべてのみ返そう。そうね、強くな、まだ世界を沸かす極光ディヴァインレイン、好きだ。お困りですか。未来未来、私の新たな力、オーロラサンクチュアリー、ずっと一撃必殺、超全力全開プリンセスストライク、一人がかりで世界を変われ。世界を沸かす極光ディヴァインレイン、もう一人の私を、未来未来一撃必殺、超全力全開プリンセスストライク、私の新たな力、オーロラサンクチュアリー、支援しちゃうよ。やろう、ネネカ。みんな、よろしくね。そこだ、カット切ります、ストレイ、カット切ります、世界を沸かす極光ディヴァインレイン、見てて見てて、超全力全開プリンセスストライク、強くなれ、そこだ、そこだ、そこだ、遅れは取れません。オーロラサンクチュアリー、痛い、一人がかりで世界を変われ。お困りですか。未来未来、まだ一撃必殺、超全力全開プリンセスストライク、世界を沸かす極光ディヴァインレイン、しばらく、いや、怖い、はっ、戦う力もサッと切ります、お疲れ、ネネカ、私のおかげで勝てたよね。アキラ、私の胸とはいい度胸ですね。今度こそやりましたわ、私たち。
私、あの雪だるまを倒しましたわよ。ちょっと苦戦しちゃったけど、終わり良ければ全て良しってことでいいんじゃないかしら。お疲れ様、二人とも息ぴったりだったわね。さすが長年のライバルって感じかしら。ええ、サレさんは私の最大のライバル、そして私の大親友よね。自分で言うとちょっと照れくさいけど、私もそう思ってるわ、秋野さん。サレンさん、ありがとうございます。これからもよろしくお願いしますわね。ええ、私の方こそよろしく。緊急事態です。今までとは比べ物にならないほどの力を持つ強力な魔物が出現しました。このままでは大変なことに。お願いします、あなたの力を貸してください。こちらから新たに現れた強力な魔物に挑戦することができます。あんたが秋野さんの騎士になったら、受け取ることができる報酬があるようです。確認してみてください。おいっす。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。手に入るんだって。もらえるものはもらっておきましょう。よろしく、アキラ。よろしく、アキラ。私も戦うね。世界を沸かす極光。
ディバインレイン。よ、変われ。お困りですか。ニラウンダ任せてくれ。遅れは取れません。オーロラサンクチュアリまだ世界を沸かす極光ディバインレイン。お疲れ、ネネカ。私のおかげで勝てたよね、アキラ。私の真似とはいい度胸ですね。10体目を倒しましたわ。私たち本当に良いペアですわね、あなた様。秋野さん、抜け駆けをしようったってそうはいかないわ。今度は私とこいつで決めてみせるわよ。それでこそサレンさん、勝負のしがいがありますわね。サレンさんとあなた、報酬がもらえますよ。チェックしてみてください。サレンさんは私と同じように高みを目指すお方。未来のランドソルを担う特別な紳士淑女の皆様へ、バラに選ばれたあなたを愛の交流会にご招待いたします。夢のような特別な一日を共に過ごしましょう。あなたのご来場をお待ちしております。愛の使者ローズメ。なんて怪しい招待状を受け取った時は断ろうと思ったのよね。でも
手紙を届けに来た人ってどう見ても貴族様のお使いって感じだったし、そう考えればこの回りくどい文面も納得できるわ。名家出身の紳士淑女が集まる社交界、どの角度から検討してもこれって商談の大チャンスよね。貴族とはいえ名ばかりだし、実業家としてもまだ駆け出し中だし、何より懐の温かいクリスマスを救護員のみんなと過ごしたいもの。それならここはたとえ怪しいとしても参加一択よ。しかもスズメが古着をこんな綺麗なドレスに仕立ててくれたし、いつもの倍は契約数をまとめないと割に合わないんだから。さて今回の戦場はランドソル広場、気合い入れて乗り込むわよ。まさか。やはりサレンさんでしたわね。そのドレスお似合いでしたよ。アキノさんもまた空から現れると思ってたけど、あの豪華な馬車に乗ってきたのはアキノさん？ええ、実は美冬さんがものすごい形相で私のもとへやってきて、メルクリウス財団総出でバイトに行ってきますとおっしゃり、飛空艇もろとも持っていかれ、やむを得ずですわ。なるほどね。でも総出ならなんで秋野さんがここに？私もお手伝いするつもりでしたが、秋野さんにはちょっと難しいお仕事だからと断られる始末。そこへこの招待状とブローチが目に入ったという次第ですわ。戦力外通告だなんて私は悔しくて。ですからパーティーでギルドの宣伝をしつつ、参加者全員との商談をまとめ、美冬さんたちに負けないぐらいの成果を上げてみせますわ。さすがは秋野さん、私も負けてられないわね。分かっておりましたが、サレンさんもそちらが目的でしたのね。でしたらどちらがより多くの契約をまとめられるか、ここは一勝負といきませんこと。え、私と？いいわよ、秋野さんの悔しがる顔見てみたいし。それはこちらのセリフです。あ、サレンさん見てください、雪だるまのオブジェが見えてきましたわ。あそこが会場でしょうか？みたいね。道に迷われたらスノーマンを目印にって書いてあるし、にしても大きな雪だるまね。確かにこれなら迷わないかもしれないけど。サレンさん、圧倒されている場合ではありませんわ。勝負はすでに始まっているのですから。そういうわけですから、一番乗りはいただきましたよ。ちょ、もう相変わらずなんだから。アキノさん、そっちは会場じゃないわよ。どんな方たちが来るのかしらね。私楽しみ。若い女性ばかり、珍しいわね。きっと皆さんこれからのランドソル経済を担う商人の卵なのですわ。運命。あ、それは乙女たちが夢見る最高の出会い。今宵新たな愛を育む皆様を私ローズメンが手助けいたします。それではご紹介しましょう。彼らこそ未来のプリンスオブペガサスだ。どうもどうも、皆さんとクリスマスの恋をおクリスマスなんちゃって。参加番号1番、うっちゃんって呼んでください。あの秋野さん、これ本当に商談なのかしら？これじゃまるで、まさかそんなわけありませんわ。
っと昨今は商談の自己紹介一つとっても演出が鍵なのですわ。印象的な自己アピールによって。では2人目のプリンスを紹介しましょう。やれやれ、なんだかここは寒いな。ああ、きっと僕は一人なんだって気づいちゃったからだ。でも心配ないよね、だって今夜は君が温めてくれるから。どうしよう、帰りたい。秋野さん、紹介の途中で席を外すなんて失礼かもしれないけど、さすがに今回は。とりあえず最後まで見ていきませんこと。もしかしたら光る原石が転がっているかもしれませんし。はあ、分かったわ。この中に前世からの恋人がいるって言われたんです、ドクロの占いで。魔法少女セリーちゃんみたいな子と出会いたくて。さあ、楽しい時間もあっという間。惜しくも次の紹介で50人目となります。で、秋野さん、光る原石は見つかりました？あの秋野さんがここまで。それでは最後のプリンスをご紹介しましょう。それではパーティーを始める前に私よりご挨拶を。本イベントはランドソルを支える議員たちが資金を集め、未来のランドソルを担う若者たちを応援したいという願いのもと企画されました。皆様にはぜひ一足早い特別なクリスマスをお楽しみいただければと。喜んでる場合じゃないわよ。ちょっとこっち来て。さーて、この舞台裏ならしばらく人も来ないだろうし、じっくり聞かせてもらうわよ。あなた様、なぜここにいらっしゃいますの？接客のバイト？それはつまり人数合わせのために雇われたのね。その様子じゃよくわからないまま応募したんでしょう。ああ、そういうことでしたのね。よかったわ。よかったというのは、勘違いで参加された方が私たち以外にもいてほっとしたと言いますか。そうそう、私たちも同じなのよね。本当、一体これから。それでは皆様、準備はよろしいでしょうか。財力、地位、名声、選び抜かれた若き100名の男女が本気で運命の相手を探すお見合いイベント、デビュタントシャングリラを開催いたします。
鑑賞をお楽しみの皆様、どうぞ舞台の上にご注目ください。今日という日のために皆様へ特別なクリスマスプレゼントをご用意しております。それではご覧ください。こちらはただのクリスマスツリーではありません。魔法のバラのつぼみをつけた特別仕様のツリー、その名もトゥーラブメーカー。なあ、あれが幻と謳われた魔法のバラ、こんなところでお目にかかれるなんて。開花したバラには魔力が宿るんだっけ？それもかなり強力だから悪用されたら大変だって王宮で管理されているのよね。ご説明しましょう。こちらは愛を証明できるのか、そんなロマンスに挑んだ魔法使いがいたんですよね。開花したバラは世界で一番美しく、花をめぐって争いが起こったとか。まだつぼみのようですが、人の愛に反応して開花するという花だ。イベントの終盤に僕たちは美しい奇跡を目の当たりにするんでしょうね。あなたは確か貴族議員のガストンです。ところでローズメンさん、この魔法のバラは本物なんでしょうか？少し触ってみても？それはご遠慮ください。まだつぼみとはいえ希少価値の高い品物です。万が一に備えて私の魔法で盗難防止の処置を施しております。売れることができるのは私だけでございます。なるほど。最後に一つ、あなたに選ばれたカップルにこの魔法のバラが一本贈られるという噂は本当ですか？え、いただけるんですの？これから説明する予定でしたが先を越されてしまいましたね。彼の話は本当です。イベントの終盤、私の方で理想のカップルを一組選ばせていただきます。愛の花にふさわしい特別な一組を。しかし一体どこでその話をお知りに？ああ、ネタを明かしてしまってすみません。噂好きの友人がたくさんいましてね、自然と耳に入ってくるんです。同じ世界にいる秋野さんやサレンさんなら分かってくれるでしょう。わっ、あいつ私たちにウインクしてきたわ。ひざったらしいことこの上ないわね。秋野さん、気づいてないふりでもしておきましょう。さて、挨拶も済んだことですし、僕も運命の女性を探しに行かなくては。そうだ、そこのあなた。え、私？両手を見て。わあ、飲み物が花束になってるわ。いつの間に。美しいあなたにお近づきの印だ。それと、君もよろしく頼むよ。ライバルとしてね。それじゃ。ガストンって人ちょっといいかも。私最初は適当なところで帰ろうと思ってたけど、もうちょっと残っていこうかな。いいな、私ちょっと飲み物取ってくる。いいなって。もしかして、待って、私も行く。完全に流れを持っていかれてしまいましたね。では気を取り直しまして、皆様、本企画では特別なゲームもご用意しておりますので、どうぞ最後までお楽しみください。それでは失礼いたします。とは言われても私たち勘違いで参加しちゃっただけだし。
本格的に始まる前にこっそり退散しない？ほら、相手に無益な期待をさせちゃうのも失礼な話だし。確かにサレンさんのおっしゃる通りですわね。帰りましょう。あんたも別に好きで参加してるわけじゃないんでしょ？演技で人を楽しませる仕事は似合わないっていうか、人には向き不向きがあるんだし、今のうちにやめちゃいなさいって。それは困ります。びっくりした。司会者さん、ん？あなたよく見たら元ランドソル議員の私のことはぜひ愛の使者ローズメンとお呼びください。そういう役なんですね。わかりました。それはさておき、彼が今不在になるのはとても非常に困るのですが。こちらの都合で仕事を辞退するのですから、違約金については全額お支払いしますわ。何千？いいえ、何億ルピー必要ですの？残念ながら金銭で解決できる問題ではないのです。本件は特別な依頼のため特別な契約を結ばせていただいております。え？特別な契約って、これってただの人数合わせのバイトなんでしょ？大切なお客様に誠実な対応をするという特別かつ重要なお仕事です。ですからこの通り書面にサインもいただいております。どれどれ。契約期間満了を待たずして契約を解除することは本人が死亡した時以外いかなる理由があっても不可とする。嘘みたいな条件が書かれてあるわね。それでもこちらの契約を破棄したい場合はどうなりますの？ギルド管理協会からお墨付きをもらってからの採用でしたからね。破棄すれば協会の面目は丸つぶれで彼の信用はゼロ。つまり次の依頼を見つけるのは困難になるでしょう。本当にそれでも良いのですか？信用ばかりは私でも買い付けができませんわね。あんた契約書は上から下まで全部読んだの？もうどうしてこんな面倒なバイトを引き受けちゃったのよ。最近バイトばっかりしてるって噂だし、お金が必要な事情でもあるわけ？そんな事情を知っちゃったら怒るに怒れないじゃない。あなた様らしいですわね。私決めましたわ。このままお見合いパーティーに参加します。え？秋野さん本気？多分商談なんてできないわよ。ええ、承知しておりますわ。それでもこの優しいお方を一人で残していけませんし、サレンさんもそう思っているのではなくて。まあどうせなら咲いた魔法のバラを見てみたいわよね。土産話ぐらいにはなるだろうし。私も残るわ。あんたのためとかじゃないからあんまり気にしないでよ。礼なんておかしな話ですわ。そうですとも、サレンさん、これは勝負の続きができるのではなくて。どういうこと？魔法のバラです。どうせならその手に取って鑑賞してみたいと思いませんこと。ローズメンさんは
特別なゲームを用意していると言っておりました。理想のカップルとして注目を浴びるには目立てばいいのです。つまりより多くの一番を勝ち取れば。なるほどね。秋野さんと私どっちが魔法のバラを手に入れるのか勝負をしようってことね。その話乗るわ。それではこのままご参加という形でよろしいですね。はい。良いお返事をいただき安心いたしました。今やあなた方は注目の的ですから、引き続き歓談をお楽しみください。注目の的？一体何のこと？よくは分かりませんが、今回の目的は注目を浴びることですから、ちょうどよろしいのではなくって？そりゃ秋野さんは慣れっこだろうけど、私は気になっちゃうというか、確かに誰かの視線を感じるような。それは好奇ではありませんか。私たちがどれほど素晴らしい仲なのかアピールいたしましょう。そういうことですので、あなた様どうぞ私とペアを組んでくださいませ。私あなた様とならどんな困難な道も迷わず進めそうですわ。あ、いきなり抜け駆け。私だって勝ちたいし、そいつ以外と組むのはちょっと。とにかくそれは反則だから。あそこにいらっしゃるのは秋のウィスタリア様よね。殿方のお誘いをすべて断っていたようなので、色恋には興味がないと思っていましたけど。秋野様だけではありません。ほら、その隣を見てください。ナイトメアの元副団長サレンさんです。今まで浮ついた話はなかったのに。まあやはり特別な方々が集まっていますのね。つまりあの隣にいる彼も高名な方ということかしら。確か今回の招待客の中では異例の飛び入り参加だったとか。あれはただの人数合わせの人員ですよ。自己紹介の時言っていたではありませんか。居候の身でバイトを転々としながら暮らしているのだと。そのお話私も混ぜていただける？実は向こうですごい噂を聞いたのよ。ウィスタリア家のご令嬢が今一人の殿方に夢中らしいですわ。何でも騎士になってほしいと熱烈なアプローチをしているとか。それでその殿方というのがあちらの。そうでしたの。あの秋野様がついに本気で結婚相手を。それだけじゃないわ。あちらのサレンさん、何度もお見合い話が来るものだから、ついにお父様へ自分の彼氏を紹介したみたいなの。その彼こそ。まさかあそこにいらっしゃる殿方ですの？つまりあの三人の関係は。なるほど、これで謎が解けたぞ。あの二人の信頼を勝ち取るとは一体どんな奴なのかと近づけば、あまりにも隙だらけで逆に警戒してしまったが、ただのバイトなら名簿リストに存在しなかったのも納得できる。ガストンさん、飲み物持ってきたよ。ありがとう。君の何気ない優しさ本当に素敵だよね。ついつい甘えてしまいそうだよ。別に甘えてくれていいんだよ。なんてね。完全に落ちたな。没落貴族の三女、中の下といったところか。顔も悪くない。最低限の礼儀作法もある。だがディスカードだな。勝利条件はローズメンが企画したゲームに勝つこと。必要なのは愛嬌だけの女じゃない。頭脳や能力がある特別な女だ。ウィスタリア家の霊嬢、ナイトメアの元副団長、この2枚のカードはぜひとも入手したいところだが、支障はないだろうが
あいつは目障りだな。早々に退場してもらうとしよう。すべては俺の完璧な計画のため。私には見えるわ。そこら中に飛び交う甘い空気が。クリスマスシーズンにお見合いパーティーのスタッフ役だなんて、美冬さん恨むからね。私だってこんな素敵な会場で恋をしてみたいわよ。もちろん相手は想像してたらなんだか寂しくなってきちゃった。お仕事も頑張ってるんだし、少しぐらいみんなと一緒に楽しんでもいいわよね。そういうわけで、私から私へご褒美の一杯、ゆかり、乾杯。あなた様、飲み物をお持ちしましたわ。先ほどのスピーチで喉が渇いているでしょうから、さあどうぞ。ついでに料理も持ってきたわ。あんた朝から何も食べてないんでしょ。長い一日になりそうだから、ちょっとお腹に入れた方がいいわ。はい、どうぞ。ちょっと待って、なんであの3人がいるのって思わず隠れちゃったけど、ここにいるってことはお見合いパーティーの参加者ってことよね。これは今すぐ調理場にいる美冬さんたちに知らせないと。いきなりランダムの男女10人でグループお見合いだなんて、敷居高いわよね。秋野さんはともかく、あいつが心配かも。ちょっと見てこようかしら。あれ、秋野さんどうしてここに。あのお方が心配で。ですが、ご覧になってくださいませ。女の子って普段何話してるんだ。仕事の話ならいくらでもできるってのに、俺ってそれ以外取り柄がないもんな。ああ、実は俺大江戸町で仕立て屋やってるんだ。ドレスコード必須ってあったけど、俺にとっての礼服はやっぱ着物だけだからさ。自分の心情があるって素敵かも。ねえ、その仕立て屋どこにあるの。次の正月のために振袖買おうと思ってて。あ、はい、よければご相談に乗りますよ。どうしよう、私一人ぼっち、引きこもりだし上がり症だし、やっぱり無理だったのよ。屋敷へ帰ろうかな。あの、知ってるんですか、魔法少女セリーちゃん。そうなんですね、ご友人の方に勧められて。そのお話、よければもっと詳しくお願いするでござる。どうすっべ。もしかしてオラを心配して。そっか、あんたいいやつだな。オラはウィルってんだ、よろしくな。実は
わっちのグループにいるすんげえ可愛い子見えるか？どこに落としたのかしら。多分向こう、オラが拾ったこの黒いリボンを探してるんだと思うんだ。だから返してあげてんだども。オラこんな訛ってるし、動物ばっか触ってっから匂うだろうし、あの子に嫌われたらと思うと。なあ、あんた代わりに届けてくれねえか。え、いや、オラは別に返せればそれで。ああ、引っ張るなって。行く、行く、行くから。何かご用ですか？あの、これ。そのリボン、拾ってくださったんですか？ありがとうございます。これ、私の大切なお守りなんです。あ、申し遅れました。私はナンシーです。オラはウィルってんだ。そんな大事なもんなら見つかってよかったな。その…ごめんなさい。私もう行きますね。ガストンさん、どうしてここに？いや、君がなくし物をしたって聞いたから手伝おうと思ってね。みんなで騒ぐのもいいけど、二人きりになる口実も作りたかったし。ガストンさんったらお上手ね。いや、そうだべな。あんな素敵な子、オラじゃ釣り合わねえや。いいんだ、最初からオラには見込みがねえというか。いや、確かに言い訳してるだけだべな。分かってっけど、傷つくのが怖くてさ。けど、背中押してくれてアンガトな。あのように普段と変わらず人助けをしていらっしゃいますが、結果皆さんがだんだん明るい顔になって、あっという間にテーブルが盛り上がってしまいました。うん、あいつなんだかんだ言って社交性あるのよね。無駄に人脈広いし、それに。お隣よろしい？あなたのことずっと気になっていて。ムカつくけどモテるんだったわ。サレンさん、あのお方少し無防備すぎるのではなくって。私ちょっと行ってまいりますわ。ちょっと待った、秋野さん。大丈夫よ、時間が来れば解散するし、そしたら両脇を私たちでがっちり固めましょう。ほら、こういう場って悪徳商法の勧誘が多いっていうし、あいつ人がいいからすぐ契約書にサインしちゃいそうだし。そうですわね、私たちが守って差し上げましょう。早く次のプログラムへ移りませんの？皆様、特別な運命の出会いを経て胸も躍り出している頃でしょうか。それでは最初のプログラム、愛のダンス、どうぞときめく方をお誘いいただき、特別な挨拶をお楽しみください。あんた、迎えに来たわよ。私たちと一緒にダンスを楽しみましょう。それにしても困りましたわね。私たちは二人ですけど、彼は一人。交互にお相手いただく感じでよろしいかしら。それなら秋野さん、最初は私に譲ってもらえない？こいつ踊り慣れてないと思うのよね。私が今から超特急で技術を教え込むわ。さて、どのペアに一番のスポットを当てるべきか。私はこの舞台の上から鑑賞させていただきましょうか。楽しみですね。なるほど、ローズメンさんがしっかり見ていらっしゃいますのね。わかりましたわ、
最初はお譲りいたします。あなた様、その次はぜひとも私と踊ってくださいませ。確かにお約束しましたわ。それでは後ほど。1曲目、月と星のワルツをどうぞ。それじゃあまずは私の腰を支えて、それから手をつないで。ちょっと恥ずかしがらないでよ、私まで照れちゃうじゃない。いい？エスコートしようとしなくていいから、まずは私に合わせて踊るのよ。力まずにリラックスして。アンドゥトロワ、アンドゥトロワ。そうそう、上手じゃない。やっぱり教え込むより感覚で覚えてもらう方が早いわね。あとは音楽に合わせて動くのよ。私が右足を出したら、あんたは左足を出しつつ右手を。ごめんなさい。ちょっと話に夢中になってて悪気はなかったんだ。怪我はないみたいだね。大丈夫よ、こいつがしっかり受け止めてくれたから。みたいだね。それじゃあお詫びは改めて。ええ、ステップが崩れると人とぶつかっちゃうから注意して。でもこんなにくっついてたら踊りにくいわよね。ごめん、ちょっと油断しちゃったみたい。いいこと？秋野さんは私なんかよりよっぽどダンスに慣れてるわ。ついていくので精一杯だとは思うけど、頑張ってね。1曲目いかがでしたでしょうか。それでは最後に踊る運命の相手をお選びください。と、もう終わっちゃった。なんだかんだ言って私も楽しんじゃったわね。あなた様、あ、秋野さんが来たわ。それじゃあまた後でね。さ、次は私ですわよ。いつもは軽くで済ませているのですが、本日は本気で楽しませていただきますわ。それでは2曲目情熱と愛のサルサをどうぞ。さあ、あなた様、踊りますわよ。やはり自分が選んだお相手とのダンスは楽しいです。見て、秋野さんは優雅に身を委ね、彼はそれを優しく受け止める。見事なパフォーマンスね。あなた様、助かりました。危うく転んで恥ずかしい思いをするところでしたわ。ですが、どうして何もないところで転びそうになったのか。ああ、なるほど。私、落ちていたハンカチを踏みつけてしまいましたのね。誰かの落とし物でしょうか。おっと、すまない、それ、この子のハンカチだ。え、本当だわ、いつの間にか落としちゃってたみたい。本当にごめんなさい。いいえ、持ち主が見つかってよかったですわ。と、残念、曲が終わってしまいましたわね。二人とも、見てたわよ。それで一緒に踊った感想は？最高でしたわ。私の窮地を救っていただいて、やはり私の騎士にふさわしいお方だと改めて確信しました。え、秋野さん、こいつを騎士にしたいの？確かに気が利くし度胸もあるけど。サレンさんもそう思いますでしょ。ですから私の生涯を支える騎士になっていただきたいのですが。
まずはお互いを知っていかねばなりませんわね。今回はいい機会かもしれませんわ。秋野さん、本気ね。バイト生活をしているこいつにとってすごいチャンスじゃない。でも、やあ、さっきは悪かったね。ああ、ガストンさん、よくあることだし気にしないで。ええ、これだけ人もいるのですから、お互い様ということで。そう言ってもらえると助かるよ。それにしても彼は本当にすごいね。二人の姫を救う、まさに騎士様のような存在だ。まあそうなのかもしれないけど、転びそうになったらまた支えてくださいね、あなた様。たまたまね。俺がそんな言葉を信じると思ってるのか。そのふぬけた面も本当はフリなんだろう。お前どこまで気づいているんだ。得体の知れないやつだ。わかったよ。計画に気づかれても困るし、その2枚のカードはくれてやる。だがゲームに勝つのは俺だからな。皆様、お楽しみいただけましたか。それでは心も体も温まったところで、次のプログラムを発表いたします。お次は何でしょうか。チェスでもフェンシングでもどんな勝負でもお相手しますわよ。さあ、どんとかかってきてくださいまし。次のプログラムは雪合戦。雪合戦？特別な皆様にとって特別な遊戯というのはもはや馴染み深いもの。というわけで、庶民の間では大人気な遊びをご用意いたしました。何より絆を深めるのにこれほど適したプログラムもないかと。騎士団の演習でもよくやるのよね。やっぱり目的に向かって一緒に取り組むのが一番仲良くなれるし、正直対話して探っていくより効率的よね。ちなみにどなたと組むかは早い者勝ちとなっております。あなた様、ぜひともこのアキノウィスタリアと共に勝利を勝ち取りましょう。ちょっとアキノさん、それってズルなんじゃ。勝負はもう始まっていましたよ。秋野さん、話は最後までお聞きになってください。お誘いするときは真剣に情熱的な言葉で相手の方をお誘いください。それではまるで告白のようではありませんか。ええ、そうです。伝えることがまずは愛の第一歩。さあ、嘘偽りない気持ちを相手に告白してください。嘘偽りない気持ち、正直な気持ちを伝えるだけ。やりますわよ。あなた様、私はサレンさんとの勝負に勝ちたいと思っていますわ。ですが、それ以上にあなた様ともっと同じ時間を過ごしたいと、そう思っていますの。朝も昼も夜もずっと一緒に、それはまるで我が家のジーヤのように、共に切磋琢磨し合いたいのです。これでよろしくて。ジーヤのようにですか。何やら惜しいですね。
ですが、嘘偽りなき告白、確かに聞き届けました。よろしいでしょう。あいつが秋野様とペアを組んだってことは、サレンさん、よろしければ僕とペアになりませんか。いやいや、ぜひ私と。サレンさん、彼以外と組むのも嫌なんだべな。俺だって、あのガストンさん、お話があります。ガストンさん、あなたにたくさんの誘いが来ていることは分かっているわ。それでも私を選んではもらえないかしら。私一人を。どの雑談にもついてこれるあたり、幅広い教養があるのは分かった。社交界にも慣れているようだし、あの霊嬢たちの対抗馬にしては若干弱いが、俺に逆らわない素直さがいい。まあこのあたりだろう。ナンシー、僕の心はすでに君のものだよ。その証として、きっとあの魔法のバラを君に捧げよう。ガストンさん、私も一緒に頑張るわ。絶対二人の愛の証を手に入れましょうね。ナンシーさんはやっぱあいつを選ぶんだな。それなら、なあ、あんた、今回だけサレンさんのご英訳やらせてもらうべ。いや、護衛って言ってもサレンさんの方が強いし、代わりなんて務まるわけねえけど、いないよりはマシだろうし。そういうわけでサレンさん、オラも実は本当に組みてえ人が別にいるんだけど、望みがなくて。数合わせってことで、あんたさえよければ組んでくれねえか。ウィルさんだっけ。その申し出、正直言ってすっごく助かるわ。ローズメイさん、こういうペアもありかしら。告白ってつまり誠意ある正直な気持ちを話せばいいんでしょ。私たちも誠意を持って話してお互い承諾してるんだけど。はい、お互いが納得しているならば、私から申し上げることはございません。話が分かる人でよかったわ。とはいえ、黙って秋野さんを勝たせるのは性に合わないし、勝負するならどんな時だって勝ちを狙いに行かないとね。それでこそサレンさん、あなた様、私たちも負けないように頑張りますわよ。私が3人を見張っているのはお仕事としてよ。美冬さんや玉木さんからも頼まれてるし、絶対に気になるからとかそんな事情は挟んでないんだから。それにしても、あのガストンって男、本当にタチが悪いわね。サレンさんにぶつかったり、秋野さんたちを転ばせようとしたり、彼に対抗心を燃やしてるだけってわけでもなさそうだわ。なんか引っかかるというか、まあただの勘だから確信はないけど、うん、ちょっと調べてみようかしら。お仕事第一の自分が悲しいわね。秋野さんに勝負。ギルド管理局。
お疲れ様です。ギルド管理協会です。お疲れ様です。いつもと違うこの姿、あなたはどう思いますか？強そう？そっちですか。可愛い？それです。